1422ラジオ日本、ラジオ日本銃剣情報センタープレゼンツ、賢者の砦、賢者の砦。こんばんは、村上めぐみです。小泉秀明です。小泉さん、すいません、入りが遅れました。はい、はい、銃剣情報センタープレゼンツ、賢者の砦、今夜も始まりましたが、はい、何食べてるんですか？いや、食べようかな、食べようかなと思ってじゃないですか。どうぞどうぞじゃないんですか。なんと今日はですね、差し入れがありまして。そうなんです。これどっちなんですか？これつままささん、はい、横浜ビークルセアーズのスポンサーにもなってくださっているつままささんの伝説のチーズケーキ。伝説のチーズケーキ、これ激うまです。あ、これぜひちょっと食べて。いいですか？はい、ぜひぜひ。これ横浜ビークルセアーズの松尾さんが差し入れてくれました。ありがとうございます。横浜文化体育館、うまい、びっくりしたびっくりした今スタジオ中のみんながびっくりした。それぐらい美味しい。うまい。はい、いやー、つままささんのケーキ美味しいですよね。ぜひ文化体育館でね、ビークルの試合があった時なんかはね、お土産とかしていただければと思いますけど、ラジオに来ていただける方が、はい、ここね、差し入れをしていただけると僕たちのやる気が倍増するぞと。そうですね。たまにはね、こういうゆったりとしたオープニングもいいじゃないですか。そうですね、食べ物絡みながらとか、はい、飲み物飲みながらのオープニングって結構いいですね。結構いいですね、うん、まあ、私たちがいいだけなんですけどね。聞いてる皆さんは多分この時間ね、なんか想像しちゃってお腹が空いちゃうのかな、はい、いやでもこれ美味しいです。ぜひぜひ、つままささん、いただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ということで、本日も最後までお付き合いください。私たちはハウスドゥです。あなたの家、不動産買い取ります。安心の全国ネットワーク、ハウスドゥ。訪問時にその場で価格提示、ハウスドゥ。安心してお売りください。お問い合わせは 0120-45-3170、 家不動産買い取り専門店、港北ニュータウン店まで。賢者の部屋、混迷の時代を勇敢に生き抜く賢者を招き、これからの未来に立ち向かうために、さまざまな提言や生き残る術を模索する賢者の部屋。今夜お迎えしたゲストは、前回に引き続きプロバスケットボールリーグ B リーグ B1 所属、横浜ビークルセアーズ港谷アレクシス選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと前回1回港谷選手、このね、オープニング私が喋ってる時にふざけて小泉さん笑うってくだりあったじゃないですか。2回目なんで我慢してもらってもいいですか？1回やってるんで、もう僕もう1回見たいなと。多分ね、ブースターの人ももう1回見たかったはずですよ、はいはい、もう1回、これ一応ラジオ聞いてる人は後で YouTube 見るんで、そうちょっと何やってるか分かんないと思うんですけど、あれなんですよ、はい、YouTube のやつをちゃんと、ラジオも聞くんだけど、はい、YouTube 版も見るっていう人多いんですよ。あ、そうですよね、ぜひこちらで楽しんでいただければと思いますけど、ね、うん、そんなアレックさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、ちょっと置いてけぼりにしてしまって。いやいや、前回ご出演いただいてどうでしたか？うん、なんかちょっと緊張されてるような感じでしたけど。はい、かなり温まってきました。もう今日はちょっとは、はい、大丈夫です。本当はこうワインとかね、こうハイボールがピッとくると、はい、あればいいんですけど、なんかすごいお酒が好きって聞きましたけど。大好きですね。どれぐらい飲まれるんですか？どれぐらいですかね。量ですよね。量、ハイボールだと、ハイボールだと、瓶あるじゃないですか、はい、ウイスキーね、あれ1本半ぐらいは1人で飲みますね。マジですか？はい、1本半飲んで自分的にはどれぐらい酔っ払ってるんですか？あ、もう結構来てます。あ、結構来てますね、はい、でも記憶は飛ばない。あんまり飛ばないですね。すごいわこれ。すごいですね。酔っ払うとどうなるんですか？いや、すげえ熱いっす。熱い。しゃべります。おしゃべりになります。おしゃべりになります。そうです、明るいです。明るいに輪をかけて、はいはい、多分あれでしょうね、こう乗ってくるんでしょうね。そうですね、いいですね。 いいと思いますよ。なんか前回もちょっとお話ありましたけど、そのリーフマンで開催された、あれの時もすごい熱く語ってたっていうのは、やっぱそのお酒の力もあったんじゃないですかね。だいぶ借りましたね。あ、本当ですか？でもいいじゃないですかね、それでこう思いがね、伝わるんだ。そうですよね、思ってることなんで、ちょっと今回はそういう、どういう方なのかっていうのをどんどん深掘りしていきたいなと思うので、いっぱい質問しまくりましょう。いきましょう。はい、
いきますよ、はい、メールをツイッター上で自分のことを好きとかかっこいいって書かれてるのを見かけた時にどんな気持ちになりますか、正直。正直、うん、ラジオネーム久保田さん、うん、正直嬉しいですよ、おそれは本当に、はいはい、それだけですか。恥ずかしいのと嬉しいのと、あ結構湊哉選手ってかっこいいのはもちろんなんですけど、うん、かわいいって言われるじゃないですか。本当ですか。いいって言われることに関してはどう思いますか。それが不思議で、うん、いや可愛い目線は多分年上のお姉様から見て可愛いなんですよ。いやどこが可愛いんだと思っちゃいますよ。でもなんかキャラクター的な可愛さありますよね。いや照れてたりとかこうしてるところじゃないですか。でも結構照れちゃいますね、うん、人見知りなんで、うん、あと結構話題になってたのがなんだろう、シーズン終わる時に、はい、こう一生懸命汗をこうね、ハンカチをこう拭いてて、はい、でそれでアレックさんの近くに行くとふわーっといい香りがする。今日もすごいいい香りなんですよね。でも絶対太郎はハンカチは必要ですね。あ、そうなんですか。汗出るんで顔汗がすごいんですよ。緊張しちゃうと。あ、なるほどなるほど。でもなんかそれをねこう袖で拭くでもなく、うんうんうん、手で拭うでもなくハンカチで拭いてるってところがいいんじゃないですか。そういうとこ見て可愛いってなってるんですか、うん、ちゃんとしてるな、うん、なるほど、あの嬉しいそうです。あ、なるほど。ちなみに なんて言われるのがやっぱ一番嬉しいですか。褒められる、褒められる、うん、あでもセクシーって言われるの一番嬉しいかもしれない。いや皆さん確かにセクシー、あの来年というか今度 あのセクシー部門投票はもう決まりましたね、はい、B リーグの、はい、あれやらないとダメです ね、 そうですね、うん、セクシーアレクで、あセクシーアレクで、なるほど、はい、じゃ次の質問いきますね、はい、これ男の子供です、小6のシュート君とミミちゃんというところさね、はい、2人来てますけど、まずシュート君の方ですね。僕もバスケやってます。ミドルシュートがなかなか決まりません、はい、シュート率を高めるのに役立つ選手、練習や筋力トレーニングなどあれば教えてください。これ真面目な質問ですよ。難しいですね。ほら、あの湊哉選手止まりませんって解説に言われてますけど、シュートフォーム、うんうん、なんか結構、うん、監督とか僕が小さい時もあったんですけど、はい、シュートフォームが変だとこう直す先生とかが多かったんですよ、はいはい、僕そう思わなくて、うん、自分のなんか打ちやすい一番シュートが飛ぶとか、うんうんうん、そのシュートフォームで練習すれば一番入るようになるんじゃないかなと思います。変に直さなくていいから、うんうんうん、自分がこれがしっくりくるなっていうのを回数たくさんやって固めるみたいな、はい、そんな感じですか。そうですね。ちなみにアレクさんのシュートフォームっていうのはそのバスケ界で言うと結構スタンダードな感じなんですか、それとも変わってるんですか。いや全く分かりません。人とは比べたことがない、言われたことないですか。綺麗だなとは言われたことはありますけど、うんうんうん、でも人それぞれなんで、あんまり NBA 選手でも独特なシュートもいるじゃないですか、はいはいはい、あんまり、はい、気にしてないですね、はい、気にしないそうです。自分流で極めるっていうことが大事自分流が大事ですね、うん、なるほ ど、はい、なるほど。じゃあ次はですね、はい、妹のミニちゃんですね、はい、私もバスケやっています、うん、チームがうまくまとまっていくためには普段からどんなことに気をつけたらいいですか、アレクキャプテン教えてください。来てます。これも難しいですね。難しいですね、普段から。なんだろうな、一人一人が自覚持つことじゃないですかね、うんうん、で監督の意見をちゃんと聞くこと、うん、僕は今まで できなかったこともあったんで、そういうことが。あ、今までですか。でも今プロになってから思うのは、はい、やっぱそれが一番チームがまとまる要因じゃないかなと思います。はい、監督の言うことを聞く、絶対、うん、はい、なるほど、はい、絶対がまたそれキャプテンに絶対が通ってきて、そこからまたそうですね、各人に絶対が通っていけばそれはまとまりますもんね、はい、でも監督が坊主にするっていうのは嫌だったんですよ。はいそれ言わないでください先週からの引き続きでアレックさんは坊主が嫌だそうです、はい、リミちゃんそうだね、そういうことになります、はい、なるほどね、難しいな。でも、もうこういう子供たちが悩むこともプロの選手が悩むことも、はい、ね、
でも確かに共通してますよね、うん、そうそうそう変わらないですよね、一緒ですね、面白いな、面白いです、はい、はい、次ですね、はい、今までに心に響いた言葉、こう恩師とか誰かに言われて、うわこれぐさっときたんだ、これを糧に俺は頑張っていくぞと、こう心に響いたことってありますか。大学の時に、うんうん、とシュートにちょっと自分が自信がなくなった時があって、はいはい、あまり打たなくなってたんですよ、はいはい、その時にいたあのコーチの人が、はい、シュートは打たなきゃ入んないぞっていうのがすごいなんか心に残ってますね、うんうんうん、ちょっとやばいな、最近入ってないからちょっと迷う時があったんですよ、うんうん、その時にその人が言ってくれたんですけど、うん、まあ、そうですよね。でも結局僕なんかもその入る入らないのもあると思うんですけど、例えばスリーポイントシュートも10回中6回外しても4回入ってると、そうなんですよ、上手い人ですもんね、はい、確かにだいぶ高確率ですからね。そうですよね。だから僕バスケをよく見るようになって、例えば 43% とかなってもその人は高確率じゃないですか。そうです。それが 50% なんですけど、はい、結構スーパーシューターじゃないですか。すごいですね。そうですね。そうですよね、はい、2回に1回は外せるんですよ、うん、まあスリーポイントだけに言えばですけども、はいはい、要は最初の6本外しても、うん、あと4本決めれば、そう、うん、確かに。ってことは10本打つ勇気がないと。そうなんですよ、ね、それを教えてもらいました、ね、その人に、ね、心に響いた。そうですね、なんかバスケだけじゃなくてこう、うん、普段の仕事とかにもなんか関わってきますね、その言葉って、うん、そうですね、うん、野球もほらバット振らないと当たらないよって。そうですよね、結局やらなきゃ、ね、そう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 、成果は出ないよってことですよね。でもね、僕見てて痛々しいなと思うのはやっぱり痛々しいというかね、あ、そういう気持ちだなと思うのは、やっぱバスケの選手こうスリーを打って2本ぐらい外すじゃないですか。そうすると次やっぱ打ちづらいんだろうなって見てて分かるんですよ。そうですね。でもそこで打っていくやっぱ精神力なんでしょうね。それが強い人が多分トッププレーですね。そこでも打つのが。なるほどなるほど。あとですね、今までこう嬉しかったこう差し入れは何ですか。差し入れってこうあるんですか、やっぱこう結構、うん、まあ、もらったりするんですけど、うんうんうん、嬉しかったもの、うん、フルーツ嬉しいですね。フルーツ、おー、あ、何が好きなんですか。僕桃が好きです。桃がこれ桃が殺到しますよ。そこね、青森だからリンゴっていうのかなと思ったら桃なんですね。桃です。桃が好きだそうです。皆さん桃ばっかりもらってもね、すぐ傷んじゃうからあれですけど、いやでもぜひぜひ。その他に食べ物で一番好きなものって何なんですか。ファーストフードが大好きで、ハンバーガーとか、はいはいはい、あ、本当ですか。ピザとか、スポーツ、まあ、僕そんなこと言ったら、はい、ファーストフード業界から殺されるかもしれないですけどいいですか、はい、まあまあ、本当は手作りの、ね、ご飯をちゃんと栄養管理をして、はい、温かいうちに食べてこう量を決めてですね、はい、やられた方が僕はスポーツ選手いいのかなっていうところから、もっで行きの結婚しないですか。全然関係ないですか。なんかいや、これはね絶対ブースターの方ね、女性ブースター聞きたいんで、僕は代わりに来ますよ。うん、どうですか結婚願望は。願望はあります。 あるというのはいずれなのか、いい縁があればすぐしたいのか。あ、いい縁があればすぐしたいですね。出ました出ました。ブースター今湧いてますからね。うん、あ、本当ですか。はい、じゃあもっと突っ込んでいきます。さっきまでバスケのいい話してたのに、まあまあいいよ。いいんですよ。どんな女性がお好きですか。まずは。まずは。タイプ、そうですね。じゃあ年齢なんかはどうですか。年齢はこう幅ありますか。あんまり気にしないです。気にしない。はい、上も下も。大丈夫です。あ、大丈夫ですか。はい、お、じゃあこれはもう皆さんパスと。そうですね、いうことでね、皆さんパス聞いてる皆さんパスですよ一回ね、はい、次です。こう明るい感じの方が好きですか、それとも物静かな感じの方が好きですか。あ、難しいですね、うん、中間がいいです。中間、明るくもなく物静かもなく明るくもありじゃないですか。そうそうそう、明るくもあり静かな時もあるじゃないですか。じゃあ逆にですよ、アレクさんの方からこういうところがあると特にいいなっていう、こうプラスポイントって何かありますか。
気遣いができる。気遣い人が大好きですね。へえ、あ、今大好きって出ましたよ。すごいですね。さりげない。うん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 。なんかそういう人が。へえ、あ、そういうのをこうアレクさん見てて、ああの子気が利くなとかってこうチェックしちゃうんですか。見ますね、結構。その気遣いっていうのは例えばですよ。ヒントどんなのですか。例えばこういうシーンは気遣いがあるなとかって。例えば先輩とかと食事連れてくじゃないですか。うんうん、彼女。うんうんうん、はい。の時になんかこう飲み物をこう飲んでたら、うん、あ次大丈夫ですかみたいなのを、うんうんうん、こうそういう感じの、うんうん、そういうちっちゃいことでいいんで、うんうんうん、できる子がいいかなと。あ、じゃあ自分に対するってよりは自分の周りの人にも気遣いができる人。そうですね。あ、なるほど。割とじゃあ古風な人が好きなんですね。そうですね、かもしれないですね。うん、こう自己主張が激しい人よりは周りを立てる人の方が好きってことですか。そうです。あ、なるほど。じゃあ逆に言うと自己主張が強すぎるとちょっと、あ、今の顔すごい見せたいですね、皆さんに。動画撮ってるからもう一回いきますよ。いやいや、もうできないです。自己主張の強い人はちょっと苦手です。今完全に小泉さんの自己主張が激しかった。なるほど。じゃあまあやっぱり あんまり自己主張が激しいよりも少しちょっとまあ控えめではないですけど、うん、まあ気張りをしながらちょっと2歩あ、あ、なるほどぐらいが僕は、かもしれないですね。そうなんですね。なるほど、うんうんうん、どうでしょう、女性ブースターさん皆さんの参考になったでしょうか。そうですね、あのいつもの聞かないんですか、うん、あの見た目の可愛い人が好きなんですか。綺麗な人が。じゃあ芸能人に例えるとこんな人は素敵だなっていう、うん、あんまりいないんですよね。あ、なんかそうですか。好きになった時、あ、なるほど。顔が結構バラバラで、あ、じゃああんまり顔は気にしないことはないんですか、見た目。まあ、うん、はい、例えばですよ、例えば、うん、とこうぽっちゃりした人の方が好きとか、あ、スラッとした人の方が好きとか。僕細い人ダメなんですよね。あ、ダメなんですか、はい、ちょっとぽっちゃりっていうか、まあ細すぎない人の方がいい。ふくよかな方が。え、ふくよかでもいいんですか。ふくよかまで何ですかね、うん、まあ、普通に中肉中背というか。いや、あ、もうちょっと僕のね、ちょっとこうなんですか、はいはい、ビーコル情報網で聞いた、はいはい、アレック情報だと、はい、ダイナマイトボディが好きだっていうふうに聞いてるんですけど、どうなんですか。お尻が好きですか。ほら、あ、ほら、かっこいい感じのね、ドーンって。なるほど、なるほど。そういう感じみたいですよ、うん、背は高い方ですか。低い方ですか。あ、関係ないです。あんまり、はい、でも背が高いってなったら、あ、でもまあそうですよね、190センチあるから、うん、で180ぐらいの女性と歩いててもなんかそれもちょっと、ね、大きいなって思いました。まあでも全然 OK ですよね、うん、だからこうあれじゃないですか、こうドーンとこうスタイルがかっこいい感じぐらいのスタイルじゃないと。そうです ね、それがなかなか今なんか流行ってるじゃないですか、女の人の中でなんかウェイトトレーニングしてお尻すったりとか、すごいいますよ。あのなんか形をそうです、きれいにするっていう大会があって、あの要はあのビルダーまではいかないんですよ、うん、ビルダーまでブキブキじゃないけど、あ、ベストボディみたいなあれですよね、うん、はいはい、そういうのが、ああいう人が好き。いや、ようやく来たかと、そういう時代がみんな、なるほど、ウエイトしていい体になって、あ、俺の好みがようやく時代に追いついてきたと。そう、確かに健康的でいいですよね。、はい、なるほどなるほど。どうでしょう、皆さん明日から期待歴になりましたか。ちなみに募集中ではあるんですか。あ、募集中です。あ、そうなんですね。はい、今いないんで。ああ、じゃあいいですね。ぜひ皆さん、あのしっかり鍛えて、皆さんしっかり鍛えて、あのアリカップに行きましょう、はい、お尻強調するパンツでも入っていただいて。そう大丈夫ですかこれ。大丈夫ですか。全然 OK です。大丈夫です。もうキャプテンの回ですからね。いや、マジでちょっとキャプテンの回という、ね、お言葉が出たので、うん、はい、そろそろお時間も近づいてきたので、改めて、うん、あの今シーズンのこう B イコールにこういうチームにしていきたいとか、あとブースターさんへメッセージなんかもいただけたら嬉しいんですけど、うん、今年は本当にチームみんなが壁がなく何でも言えて、うん、あの、まあ、また一人一人の個性が一番なんか発揮できる試合が毎回できたらなと思います。こう日頃からブースターさんの応援はやっぱサポートになってますか。だいぶなってますね、うん、やっぱツイッター見てるんで、はい、まあ、厳しい言葉とかもあるんですけど、うん、なんかでも愛があるなみたいな、まあ、結構感じるんで、
すごい嬉しいです、うん、あちゃんとこう皆さんのこうブースターさんのツイッターとかちゃんと見てくださって、皆さん見てくれてるそうです、はい、逆にこうキャプテンとしてじゃなくて一こうプレイヤーとして自分のこんなプレーを見てもらいたいみたいなのありますか、うんうん、もう止まらないように、うん、シュートが宮田選手今日は止まらないですね、はい、また言え言ってもらえるように、はい、頑張ります。今日はもう止まらないですね、はい、にうん、そうですねいやちょっと2週にわたりお迎えしましたけども、うん、いろいろプライベートなこともたくさん聞けて、そうですね、はい、どうでしたラジオ出演、楽しかったです。楽しかったですか、はい、あ本当ですか、はい、嬉しい。またあのシーズンがねこう中盤に差し掛かった時には、はい、今度は赤ワインを用意してお願いします。あのもっとこうね、はい、ハイテンションでいきたいと思います、はいはい、あと桃とプリケツでいきましょう。そうですね、あなるほど、行きましょう、ね、それで行きましょう。はい、いや2週にわたりお迎えしたゲスト、プロバスケットボールリーグ B リーグ B1 所属横浜 B コルセアーズ港谷アレクシス選手でした。港谷選手本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。天然素材だけで作る家、体に悪いものは使わない、すべて無添加、無添加住宅、ご用命は正規代理店へ。2週にわたりお迎えしたゲストは横浜 B コルセアーズ港谷アレクシス選手でした。いかがでしたか小泉さん。はい、今日はですね、はい、取れ高たくさんって感じ。そうですね、すごいですね。あの心に響いた言葉は、はい、っていうのですごいいい答えが返ってきて、はぁーってなってる時 に、で好きな女性のタイプなんていうのも全然180度違う、ね、違うんですよ。いや、はい、もちろん心に響いた言葉も大事なんですけど、はい、そうですね、あの聞いてる人は、はい、ね、あれさんどんな人好きなのとか、ね、何がもうタイプなのって聞きたくて聞いたって先週からじれてたんです。そうですね、絶対聞きたかった。そうでしょ、女性ブースターいっぱいいるので、いますんで、僕がそれ代わりにそれを買って、ね、これで結構あの権利が取り手のこう、はい、人気も上がるかな。そうですね、こうしたたかですね。そうそう、あいつに頼めば結構聞いてくれるぞ、はい、聞いてくれるぞみたいなナイスでございました、はいはい、ではですね、またお知らせです、うん、はい、ミュージックステーション M ステイの階段ウルトラオーディションに私たちの大好きなアイズさんがエントリーしております、うん、はい、こちらですね、1日に1回投票ができまして、9月の18日生放送に、うん、出演できるというのがですね、投票で決まります。そうなんですね、はい、ぜひこのミュージックステーション M ステイの階段ウルトラオーディションのホームページから、うん、ソロというところに入っていただくと合図さんがあるので、そこのページの投票ボタンを押してください、うん、8月18日の金曜日23時59分まで受け付けております。そうです、明日明後日、はい、明後日の3日間でもないの で、ね、はい、あのブスターさんの皆さんのラストスパートで携帯でやって、携帯でやってパソコンでやって、家族みんなの携帯でやって、はい、投稿して結構行くんじゃないですか。行くんじゃないですか、ね、はい、私たちもポチッとしておきましょう、はい、はい、楽しみですね。いやまだまだ、うん、次の回も、またその次の回も、うん、B コル特集ということなので、はい、ぜひぜひまた来週も、はい、はい、お聞きいただければなと思います。最後にお送りする曲はアイズさんの I'm という曲です。中堅情報センタープレゼンツ賢者の砦、来週もお楽しみに。パーソナリティは村上めぐみと小泉秀明でした。さよならが言えなくて何度も夢の中で探すけど溢れ出す愛さが止まらず一人空を見上げてる。
もう一度そこへ連れてって、oh. 世界中どこを探しても見つからない変われないものを教えてくれた最後に残したあの言葉が今もねえ止まらないよ強く心に焼き付けたいああさよならが言えなくて何度も夢の中で探すけど